ローチケチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。音月けいです。私この度2015年3月に日生劇場にてシェイクスピアの傑作恋愛喜劇ジュニアに出演させていただくことになりました。今回のジュニア、この作品は本当にシェイクスピアのもう有名な作品の一つ、喜劇の一つなんですけれども、私が今から楽しみにしているのは、今回そのジュニアのお話の中で、双子の兄弟、双子のお兄さんの方のセバスチャンという役と双子の妹のバイオラという、2つの役を演じ分ける、そこに挑戦させていただくことになりました。中でもですね、その妹の方は男装してシザーリオという名を持って公爵のもとにお仕えするという、なので本当に私自身もここまでいろいろな役に同じ一つの公演の中で演じ分けるということがなかったので、すごく楽しみだし、この作品のポイントの一つでもあると思うんです。で今回初めて演出のジョン・ケアードと一緒に仕事するんですけれども、なんかすごく何回かお会いした時に空気感がすごく温かくって、その場の空気を本当に和ませてくれるようなジョンはすごく素敵な方だったので、実際、お稽古これからどんどん入っていくと思うんですけれども、どういうふうになっていくか、そして初日もどういうふうに迎えることができるのか、もう楽しみなこと尽くしでですね、ワクワクドキドキしています。今回の作品の中ではいろいろな豪華なキャストの方々ともご一緒させていただくんですけれども、どの役もとっても個性的で、キャラクターの色がカラーがすごく強くって、それぞれがそれぞれの片思いといいますか、恋愛をしていくんですけれども、今回3月の春の春先ですねに、そんな素敵な恋愛模様をこの作品で見ていただけるということで、多分見てくださるお客様にもちょっとキュンとなるような、何か思い出すような、甘酸っぱいような感覚を覚えていただけると思うので、そこもポイントの一つだと思っております。本当に男性の方ももちろん女性の方も、もう年齢層もすごく多分いろいろな方、どの世代の方が見ても何か心に響いてくるような作品に絶対なると思いますので、ぜひぜひ皆様劇場に足を運んでいただきたいなと思います。その際はチケットはローソンチケットでよろしくお願いします。音月けいでした。